他のスポーツで政権を成り立たせたいと思ってるのに、はい、成り立たせられると思ったら、はいはい、あの外国でいうとなんかボクシングとか野球とかサッカーみたいな感じで何百億とか稼げないんだ。もうでトトカルチョのサッカーのクリスティーナ・ロナウドが多分今までの選手のサッカー選手の中で一番って言ってて、年俸とか200億ぐらいいってるじゃないですか。2、300億いってるんですか。それはやっぱり賭博だからっていう要素が高いじゃないですか。まあまあそうですね、賭博だから。はい、って言ってんのに、はい、サッカー、まあ、確かにクリスティーナ・ロナウドはすごい選手だと思う、かっこよくてすごい選手だと思うんですけど、はい、そうするとなんかプロサーファーとかも結構やっぱそうすると少ないと思うし、はあ、まあ、例えばまあなんかギネス記録に載ってるケリー・スレーターとか、はい、多分それの10分の1ぐらいだと思うんですよね。もらってるお金ですか。そうですね、多分年俸でも2億円ぐらいなんじゃないかって言われてたんで、その現役一番優勝してる時とかでも、はい、ケリーが 2億円かよみたいな、それクリスティアーノ・ラウドは2、300億みたいな、あ、100分の1みたいな、それってちょっと違うんじゃないかなみたいな。そりゃちょっと違うですよね。はあ、なんか、じゃないですか。自分としては、俺は、みたいな、サーフィンファンだから、だけど悔しいみたいな、クリスティアーノ・ロナウドもサッカーの選手は好きですけど、ダントツに。